アーリアンブラザーフッド、アーリアンブラザーフッド、ザーリアンブラザーフッド略称 AB、またはザブランドとはアメリカ合衆国の刑務所内を本拠とするギャングである。メンバー数は刑務所の外にいる者を含めておよそ1万5千人いるとされている。2006年3月、組織のリーダーである4人のメンバーが殺人、共同防御、麻薬取引、強括を含む 多数の容疑で起訴された。FBI によると組織のメンバーは合衆国の刑務所に服役している、服役集の割合で見ると1%未満だが、連邦刑務所内で発生した殺人の26%に関与しているとされいる。組織構成は2つのメイングループに分かれており、1つは連邦刑務所システムに存在し、もう1つは各州刑務所内で、 多くの党派を編成している。特にカリフォルニアにおいては、大小様々な党派が緩やかな連合を形成している。各党派は3人のリーダーによって監督されており、彼らが刑務所内において犯罪活動を指揮を行っているとされていい。連邦刑務所やカリフォルニア州の各党派は、州立刑務所にいるギャングたち、例えば自分たちを模倣しているグループや組織から、 分裂したグループの存在については多めに見ている傾向があるが、しかし、刑務所内でのギャング同士の衝突が発生しないわけではなく、しばしば抗争が発生している。アーリアン・ブラザー・フッドは各刑務所によって、その組織形態が異なっており、例えばアリゾナの刑務所ではメンバーは親族と呼ばれ、 彼らによって一つのファミリーが形成されており、各ファミリーは評議会と呼ばれる上部組織によってコントロールされている。組織のメンバーは刑務所内において子孫と呼ばれる新たなメンバーをスカウトし、彼ら新入りメンバーを一人前の組織の一員となれるよう、その教育も担当している。組織の構成民族ついては、それほど排他的なものではないが、 ほぼ白人男性の習慣者らによって構成されている。また、組織には、ブラッド・イン・ブラッド・アウトと呼ばれる掟きが存在し、アーリアン・ブラザンフットの一員と認められるには、他の囚人を殺害することが条件であり、また、一度組織のメンバーとなると、抜けることは許されず、抜けようとする者は、他のメンバーによって殺害されることになっている。多くの刑務所ギャングと同様に、 アーリアン・ブラザー・フッドのメンバーも特徴的なデザインのタトゥーを入れている。主なものとしては組織名のアーアン・ブラザー・フッド、そのイニシャルの AB、獣の数字として知られている666、ナチス親衛隊のシンボルである SS。そして肘の近くにはクモの巣、組織がアイルランド系アメリカ人のグループにより結成れたことを示すシャムロックの紋章。 そしてハーケン・クロイツ・ヤケルトの紋章などがある。アーリアン・ブラザー・フットは結成されて以降、特に麻薬密売をメインに、恐喝、売春そして殺人の請負いなどの典型的な組織犯罪活動に傾注していくようになっていった。近年、連邦政府によって行われた告発によれば、組織はアジアのギャングと手を結びたいから、ヘロインの密輸を行っていた。 1996年、当時イリノイ州にあるマリオン連邦刑務所に収監されていたガンビーのファミリーのボス、ジョン・ゴッティが同刑務所内において他の囚人から暴行を受け、彼は50万ドルの金と引き換えにその囚人を殺害してほしいと組織のメンバーに依頼していた。しかし、この依頼は成就することなく、ゴッティも2002年に病死した。 アーリアン・ブラザー・フットのメンバーの大多数は、強盗や麻薬取引そして暴力行為等によって服役することになった者たちであり、人種差別的な犯罪行為によって服役することになったのではぶ。また、彼らは刑務所内での自己防衛のために仲間と保護を求め組織に加わっている。しかし、彼らは刑務所から釈放された後も、 組織のための活動を行っており、さらに、ギャングとなって、ヘイトクライムを引き起こしていることが知られている。1960年代までは、米国内にある大部分の刑務所は人種ごとに分けられていた。だが、公民権運動により法的な差別が廃止されるに、伴い刑務所内においての人種差別的な待遇も廃止され、習慣者たちの人種的な線引きが取り払われた。当時、 刑務所内での事件を担当した検事らにあるギャングが、アーリアンブラザーフッドは、刑務所内部で囚人が、他の囚人からの略奪行為に対する公手段として、1964年、サンクエンティン州立刑務所内において誕生した。と、述べたことから、この時期に組織が誕生したと考えられている。また、組織は当時存在していた、アイルランド系バイカーギャング、 ブルーバードギャングから派生したのではないかとも考えられている。1970年代初期、アーリアン・ブラザーフットはメキシカン・マフィアと手を組み、そして麻薬密売等の犯罪活動に手を染めていった。1980年までには、組織は連邦刑務所システム内で活動するグループと州立刑務所で活動するグループに分かれた。1982年、FBI に 匿名の通報者からカリフォルニア集計務所システム内で発生した2つの重大な殺人事件にアーリアン・ブラザーフットが関与しているとの情報が提供された。その後、FBI は1989年まで事件に関する調査活動を行ったが起訴するまでには至らなかった。2005年6月23日、20ヶ月に及ぶ調査活動の後、 連邦政府の強襲部隊がアーリアン・ブラザーフットの外部組織であるオーダー・オブ・ザ・ブラッドに関係しているとされるオハイオ州北東部ある6軒の家に突入しアーリアン・ブラザーフットのメンバーと組織の協力者たちを逮捕した。また新たに彼らに対し10軒以上の捜査令状が出された。同年8年間に及んだ同組織に対する調査の結果 連邦政府検察官は様々な犯罪容疑で四十人のメンバーらを起訴した。起訴されたメンバーの多くはすでに仮釈放のない終身刑に服役しており、そのため彼らの起訴は歴史的にも例のないケースであり困難を極めた。検察官は起訴された被告のうち二十一人に対し死刑を休刑したが、後に五人の被告を除いた他のメンバーらに対する休刑は打ち切った。 9月までに死刑宣告を受ける資格を有しない19人の被告が有罪を認め、また4人の最高幹部、連邦刑務所において組織の指揮を取っていたとされるバリー・ミルズ、組織内部でのすべての計画に関わっていたとされるタイラー・ビンガム、エドガー・ヒーブル、クリストファー・オーバートン・ギブソンらに関する最初の裁判が行われ、2006年7月、彼らは一連の容疑に関して、 有罪判決が下った。だが、四人の被告のうち二人はすでに過去に死刑判決が下っており、このことが売信員らに混乱をもたらす結果となった。彼ら四人に対する最初の裁判は、連邦検察官らの休刑が出される前に、四人の被告らはそれぞれ独房に監禁され、彼らの弁護士以外とは連絡を取ることは禁止するという結果で終わった。 裁判を担当した裁判官らは検察官らの休憩に関して、司法長官との協議の結果、検察官に対し彼らの休憩に対して採決することを拒否し、正式な結論を下すことを拒絶した。現在も彼らに関する裁判は継続中であり、すでに一人は四つの終身刑を宣告され、二人は三つの終身刑が宣告された。また、さらに何人かのメンバーは、 裁判を受けるる予定であるアーリアン・ブラザー・フットは1970年代の初期からメキシカン・マフィアとの緊密なつながりを保っており、またバイカー・ギャング、そして白人市場主義を掲げる刑務所内外のギャング、例を挙げるとパブリック・エネミーの一夜、ナチュロー・ライダーズとも緊密な関係がある。さらに彼らは極右グループに顕著に見られる排他的な 宗教概念を追っており、そのことから同様の宗教概念を持つアーリアン・ネーションズやクー・クラックス・クランのような白人優越主義グループとも関わりがあると考えられている。また、メキシカン・マフィアと同盟を結んでいる関係で、彼らのライバル、例えばヌエストラ・ファミリア等とも敵対しており、さらに、組織の人種的背景から非白人ギャング、例えば、ブラック・ゲリラ・ファミリー、クリップス、 ブラッズ、ブラック、ピーストーンズ等とも敵対関係にある。バリー・ミルズ、アーリアン・ブラザーフットのリーダーの一人。2006年3月、他の3人のリーダーと共に、殺人、凶暴、麻薬密売及び強括等の多数の容疑で起訴される。コロラド州フローレンスにあるにて、終身刑により服役中であったが2018年11月に、同刑務所にて死去した。 タイラー・ビンガム、アーリアン・ブラザーフットのリーダーの中でも、副官の立場にいる人物との権威がかかっている人物。マイケル・トンプソン、アーリアン・ブラザーフットの元リーダーである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。